トータル減点、減点が1点、減点1です。さあ場内は12番の選手になります。同じ慶応義塾大学から滝沢雅人選手とガーゴイルです。さあスタートに向かいます滝沢選手は現在慶応義塾大学の3年生、そして先ほど走行しました田中選手と同じように昨日はタイム減点の1点でゴールをしております。さあスタートしました3年生の滝沢選手。ちょっと2番障害寄れましたが大丈夫です。クリアしました。さあ第3、これも大丈夫です。さあこの走行しておりますガーゴイルは北海道で生まれました中間級、9歳になります先輩。タイム減点の1点でしたが、さあ2日目最終障害10番のオプサー障害クリアしましてフィニッシュです。走行タイムが67秒17、67秒17。